ディフェンダー石光陽介選手、そしてフォワードの茂木博人選手です。皆さん大きな拍手でお迎えください。お越しいただいてますけど、昨日スタジアムで見たよという方どれくらいいらっしゃいますか？たくさんの方が。じゃあお二方からですね、一言ずつ昨日の試合についてコメントいただけますでしょうか。まずはじゃあ茂木選手お願いいたします。昨日はたくさんの人に入ってもらいましたけど、ちょっと勝てなくて、ちょっと申し訳ない気持ちで、はい、というと、茂木選手はバイクに乗られるんでしょうか？ちょっと免許も持ってないし、ちょっと危ないので、乗れないです。というと、今このバイクはどうなっているんでしょうか？はい、ちょっと前と大事に保管します、はい、そうですね、ちょっとまあ大事に記念として、はいはい、飾っていただいているということではですね。さあそして石光選手、これまで振り返ってきてやはり大きいことといえば2008年日本代表へ初招集、これ初めて聞かれた時どんなお気持ちでしたか？いや、夢かと思いました。現実でしたね。そうですね、なかなか実感が湧かなくて、大きなステップになった、そんなキャンプだったんでしょうかね。そうですね、自分の足らない部分が見つかって、まあ、それをどう補っていくかとかそういうのはいろいろ勉強になりましたし、まあ、また選ばれるように頑張りたいですね。この辺がやっぱりブラブラ歩いてます。この辺というと、もしかしたら産地を歩いていると茂木選手に会えるかもしれないということでいいでしょうか？そうですね、まあ、歩いてることもあるんですけど、あんまり誰もあんま気づかないんで。でもちょっと意識してもキョロキョロ見てたら、もしかしたら茂木選手とすれ違ってるかもしれないですね。そうですね、まあ、あんまり存在を消して歩いてます。じゃあ3人でボーイズトークをしたいです。私女性なんでガールズトークっていうのなんとなく分かるんですけど、ボーイズトークって普段皆さんどんなこと喋ってらっしゃるんでしょうか？そうですね、本当に選手、スタッフからみんなから信頼されている人だと思うし、みんなから慕われている人なので、そうですね、まあ、みんな信じて山田さんについていけると思うし、まだ3日4日ですけど、まあ、確実にチームの雰囲気も良くなっているし、まあ、これからどんどん良くなる一歩だと思います。ソフトボールだったんですけど、まあ、それ練習1回行ったらもう全然面白くなくて、球拾いばっかやったらこらあかんなと思って、もうやめるって言って、ほんなおかんがサッカーあるからみたいな、でサッカーも好きで始めたわけじゃなくて、これもあかんなと思ってないけど、まあなんとか楽しさが分かってきて、これもそっからもうサッカーに、はい、毎日がサッカーでした。そうですね、まあ、いろいろ、まあ、監督が変わったりしましたけど、まあ、選手、スタッフは、団結してこれからやっていきますんで、またまだ半分あるので、アウェーでもホームでもしっかりしたサッカーを見せれるように頑張って、まずは上位に食らいついていけるように頑張りたいと思います。また応援よろしくお願いします。今日はお忙しい中本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。